はい、それではですね、越前ガニ効果で大変盛り上がってるんですけども、この勢いを借りてですね、研修、若い先生今どんどん職場に増えてますよね、こういう先生方の研修をどうするのかと。本がね、もう現実に売れてないんですよね。雑誌も売れてないと。じゃあどうするのかということについて、それぞれご意見を伺いたいと。水野先生どうですか。はい、これをねご覧になっている皆さんはどこからその授業とかに関する情報を入手してるかっていう話なんですけど、当然 YouTube からまず入手してますよね。見てるんですからね、はい、その他に何がありますかね。今吉田先生言われたように、教育雑誌っていうのはね、昔結構若い先生読まれてたんですけど、最近はもう文字文化離れがありますから、しかも教育雑誌減ってるんですよ。昔、一昔比べたら種類も数も減ってるんで、選択肢がね、なかなかないんですよ。そんな中でどうやって若い先生方は情報入手をしてるかっていうテーマが一つ、もう一つあるんですよ。その、若い先生の中には、いや、そんなことしなくていいじゃんっていう考えの人もいるんですよ。つつがなく自分の仕事をやって終えれば、それで何が問題なのっていうか、自分の力量とかを向上するなんてことは必要ないんじゃないんですかみたいな、ね、そういう考える人もいるはずなんですよ。だから、まず第一のテーマは、情報入手は YouTube 以外で何があるのか。あ、ボイシーやられてる、村野先生からまず語っていただきましょう。はい、どうですか。今水野先生がおっしゃった、その研修をしない若手、何のためにするんだっていう話ありましたけども、その割合っていうのはそんな変わってないような気もするんですよね。昔もやっぱり全然勉強してない人は勉強してないですから、それが今では本から得なきゃいけなかったってことがありますけども、もう今は文字離れしてますからね。まあ、一つは YouTube ですよね。吉田先生、水野先生の YouTube 見れば、まあ、はっきり言って あれだけ今1000本以上あるわけでしょ、動画が。そうするともうそれ見た方が気楽に情報を得られると思うんですよ。で、今私がね、ボイシー始めてますし、まあ、ボイシーの方でも、まあ、何人かの先生たちが今発信してますね。ですから、そういうのを聞いたり見たりすることで、まあ、情報を得るということはあると思いますね。まあ、でもやっぱり本の方がね、一つまとまってね、あるんですけどね。まあ、でも本のことも YouTube で話せば、本をね、買ってくれる人もいますから、まあ、そういう形で我々広めていければいいのかなというふうに思ってます。まあ、ですからね、もうずいぶん前からね、このベテランが辞めていく中で、若い先生の研修をどうするのかっていう話はずいぶんあったんですけども、具体的にどうするかって話意外にないですよね。ただね、私の経験から言えば、この NPO として講師活動をやってるんですけども、継続的に例えば私を読むにしたって、研究主任なり、まあ、管理職の先生方はやっぱり手がかかるんですよね。そういう意識を持ってるところは違うなと思うんですけどもね。でも、まあ、忙しさでそれどころじゃないって言えばそれどころじゃないんですけどもね。そのあたり、水野先生どう思いますか。この忙しさの中で研修をどうするのかと。そうそう、だからもうお家帰ったら、もう学校のことなんかもう忘れたいっていうのが正直なところだと思うんですよね。それに、そういう先生もね、いらっしゃるのはもちろんなんですけども、その一方でクラスがうまくいかなくて、授業がうまくいかなくて困ってる先生ってもいて、そういう先生方は実は情報を持ってないというか、情報とのつながりが、接点がないっていう方が結構いるんですよね。ですから、この YouTube をご覧になっている方は、少なくても私たちの情報と接点があるっていうことですから、そういう先生方をね、助けてあげるような動きそういう動きがね、今ね、必要になってきてるような気がするんですよね。YouTube を、 YouTuber っていうのは世間の中ですごく評価されてますけどもね、 YouTuber を評価するんじゃなくて、 YouTube を視聴してる人方はすごいんだっていうような評価の仕方が必要なんじゃないかなと。丸野先生どうですか。
やっぱりその今 YouTube っていうのが我々がその教員をしてた頃と比べてね、その YouTube の価値が上がってると思うんですよね。昔はなんかちょっとお笑い系だとかね、まあその、うん、こうちょっとふざけたものをね見るようなチャンネルでしたけども、今やねそんなことはないし、うん、TikTok だって今違うし、まあ、結局そうやって幅が広がっていくんですよね。そうするとその中に自分が目指すものも見た方がいいものも入ってくるので、まあ、今は本当 YouTube 見た方がいいと思うんですね。学校の先生って意外とね見てない人が多いんですよ、うん、YouTube なんてって昔の認識でね。この YouTube の影響力もどうやったらこうみんなに見せられるのかなっていうのはちょっと感じますね。僕はねだからね、あの双方向を今目指してます。双方向、書き込みに対して返事をすると、書き込みに対して書き込みをで返すんじゃなくて、うん、書き込みに対して動画を作るっていうことを少ししてますね。私もしてます、はい、ね、こういうことを3人で頑張りましょう、ね、またね新しいこの私たちがよく言った2way 文化がね、ネットで SNS ではない 2way 文化ができたらいいかなっていうふうに思いますね、はい。あとですね、まあ、教育系と学校教育系 YouTuber っていくつかあると思うんです、うん、チャンネルがねたくさんあると思うんですけど、その中で具体的な授業の方法、授業の技術、本当に具体的なすぐに役立つような技術を提供しているチャンネルっていうのをね、ぜひ広げていただきたいなと思います。というのは、何かちょっとぼやんとしたあ、こういうことがいいんだ、でも実際に学校に行った時に使っていないっていうかね、勉強し YouTube 見てるときは勉強してるつもりになってるけども、実際に自分の身になっていないっていう情報は結構あると思うんですよ。先ほどの探究学習じゃないですけどね、探究っていうのは簡単だけども、じゃあどうすんのと、課題はどうして、課題出した後どうすんのとかって、この現実問題としてやっぱりそういう何を明日からするのとどうするの部分をやっぱり話していかなければね、伝わらない部分はありますよね。ぶっちゃけ今回飲んでるから喋るんですけども、うん、私たちのチャンネルをぜひ見てくださいはい、今日はいつになくね雄弁な水野先生ですねはい、いつもこれぐらい喋ってくれるといいんですけどねはい、はい、ということです。はい、じゃあ終わります。